おはようございます。おはようだぜ。というわけでいろいろと進展した前回だったが、今日もまた進展があるといいんだが。今日は何をする？前回の鍵保管庫がちょっと気になるよな。鉄ツルハシも欲しいところではあるんだが、鍵保管庫の手がかりが医療室に隠されているみたいなことが書き置きであったからな。ジェームズの書き置きでしょ、気になるよね。自由時間だよ。あれ、監視庁逆方向から来ました。そうだね、いつもと違う方向から来たかも。どこかに行ってたんですか？まあちょっと監視室に寄ってから君たちを迎えに来た。なるほど。さあ今日も一日張り切っていきましょう。霊夢は相変わらず元気だね。お前の元気を少し分けてほしいくらいだぜ。今日は、ジャングルジムの増設はないんですか？あ、そろそろ増設した方がいい。あ、できるならお願いします。こんなもんでいいかな？なんかだんだん増設の仕方が雑になってませんか？気のせいだと思うよ。あ、そうそう、あと豚ちゃんたちが噴水下に溜まっているから、もしよかったらあそこのチェストに手綱を用意したから連れ出してあげて。マジっすか、わかりました。じゃあ食事の時間まで楽しんでねー。わかりました。豚ちゃん救出作戦だね。じゃあその豚の救出は霊夢に任せて私は一旦石鶴橋を作ってこようかな。あ、了解。そういえば石の鶴橋って手に入っていなかったもんね。よし。これで石の鶴橋ができたと。ひび割れた石レンガがある場所は結構あったからな。これで行ける場所が増えたぞ。この時間に医療室も行っちゃうか。いや、やめておこう。霊夢にも何も言ってないからな。こいつの名前なんだっけ？豚子、豚郎、見た目も同じだから区別もつかないからな。あれ、もう戻ってきたの？石の鶴橋だけとりあえず作った。探索も行こうかなと思ったが、ちょっと候補がありすぎてどこに行くか迷ったから。一旦戻ってきたって感じだぜ。なるほど。まあでもこの時間帯は監視塔から監視していそうなんだよな。私たちは一回捕まっているって経験があるからね。あれを経験してしまうとちょっと動きにくいのはある。前回も壁に隠れながら動いていたから見つからなかった説あるからな。そう考えると医療室って嫌な位置にあるよね。大胆な動きをしないといけない構造になっているんだよな。あと地味に刑務作業の方が動きやすい可能性もある。あ、刑務作業の場所的にってこと？それもそうなんだが、刑務作業の時間は監視が監視塔にいないんじゃないかと思ってる。なるほどね。そうなると監視の動きを把握したいところだね。刑務作業の時間は探索に行ってみるか。そういえば食堂裏にあった色付きコンクリートの壁があったじゃん。あれって鍵保管室のダイヤルと関わりがありそうだよね。前回のダイヤル式の鍵もコンクリート関連だったんだよな。ただ、あれだけだと何もわからないからその手がかりが医療室にあるってことか。ジェームズの残した手がかりが解読の鍵を握っていそうだね。あ、夜になったな。夜だったら刑務作業の時の探索も見つかりにくいんじゃない？確かに、視界とか悪くなりそうだからな。前にも言ったような気がするがやっぱりここの噴水かっこいいよな。この光源になってるブロックがいい味出しているよね。ここが刑務所じゃなかったら最高なんだけどな。デートスポットとして人気になりそう。刑務所内恋愛あるのかまさか。新しい恋愛のスタイルだ。やっぱり探索に行かないと自由時間って長く感じるな。前回はあまりにも長かったけどね。長すぎてこの脱獄動画を見ている人を全員ドキドキさせてしまった。見てる人にも緊張感伝わるってすごいね。でも実際に行動している私たちが一番緊張しているけどな。それは確実に言えるね。探索ほど心臓に悪いものはない。まあ前回はちょっと無茶しすぎたところもあるからな。今日の刑務作業の時の探索はほどほどに。監視はそろそろ来るか。時間的に来てもおかしくなさそうな時間だけど。あ、あれじゃない？鉄防具見えた。あ、本当だ。パッと見わかりにくいんだよな。鉄防具って白いからわかりにくいよね。金とかダイヤ装備は目立つからわかりやすいんだけどな。そういう意味ではちょっと厄介。終了だよ。やったー、メシ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 ー。メシメシ人間になっちゃった。早くご飯が食べたいんです。開けてください。お前のメシへの執着心やばすぎだろ。はい、開けたよ。じゃあ飯の時間過ごしてねー。ありがとうございます。やったー。私はもう刑務所生活の楽しみを食事にしか見出せない。食事のラインナップは相変わらずだけどな。あ、今さっき飯塚監視長に今日の刑務作業の場所聞いておけばよかったな。あ、分かっていたら作戦を練りやすかったね。まあ過ぎたことは仕方がないか。どうだろうね。最近は新しい刑務作業が続いてはいるけど今日もなのかな。その可能性はあるな。医療棟がめちゃくちゃ遠いところだったらどうするか。そもそも行けないような場所になるかもしれない。それは一番最悪のケースだな。
割と行きやすい場所がいいな。今までやった中だと畜産とかがいい。畜産は当たりだね。医療棟すぐ隣だし。それかあそこでもいい。木材保管庫とか石材保管庫でも。水路から出ればそんなに遠くないしね。こればかりは私たちの運勢にかかっている。ゲーム作業ガチャだね。SSR 引けるか。終了だよ。了解です。わかりました。今日のゲーム作業は何ですか？今日はあれだね、木材が搬入されたからまた整理を頼みたいと思ってるよ。それは木材整理のプロの私たちに適任なゲーム作業じゃないですか。まあ実際君たちのゲーム作業は成果が出てるからね。そこに関しては僕は何も突っ込まないでおくよ。飯塚幹事長も認めた木材整理のプロ、幹事長公認になっちゃうってマジかよ。じゃあ二人とも作業場に入って。了解です。まあ君たちはもう何回もやっているからわかると思うけど、木材はすべてしっかりこのチェストの中に入れるようにしてね。持ち出し厳禁ってことですよね。わかってます。ゲーム作業のやり方は大丈夫そうだよね。じゃあ任せたよ。はい、任せてください。目にも止まらぬ速さで終わらせてやりますよ。じゃあゲーム作業は任せたぜ。医療棟行ってくるな。了解、いい結果待ってます。さて、地上に出た。多分看守がまだ近くにいそうだから。警戒しながら医療棟に向かいたいと思うぞ。いなさそうか。これは、どっちから行こうかな。安全重視で、大回りするルートで行った方が良さそうだな。さあこの辺からまた警戒していかないとダメだぞ。とりあえず視界には監視の姿はないと。このまま行けるかな？壁に反りながら向かうか。よし、なんとか医療室にたどり着いたぜ。大丈夫かな？マリサが監視見つからないといいな。しかも今夜だったから視界も悪いし、監視がいてもわかりにくそう。まあ私はマリサを信じてゲーム作業を進めるしかないんだけど。うん、やはりこの部屋に手がかりは隠されているみたいだが。それは一体何なんだ、このチェストの中か。違うみたいだな、となるとなんだ、何が手がかりなんだ。この調合台も特に怪しいところはなさそうだし。あれ？もしかして、これか、このチューリップじゃないか。いや、間違いなくそうだ、3つあるし、しかもこれらの色は、食堂裏のコンクリートの色にもあったからな。ということは、鍵のダイヤルは左から赤、オレンジ、ピンクに位置する場所にすればいいのか。よし、これらの色の位置は覚えておいて、一旦刑務作業場に戻るか。ゲーム作業終わり、そろそろマリサ帰ってくるかな。今日は怖いからしっかり水路から帰ろう。監視と鉢合わせてしまうかもしれないからな。戻ってきたぞ、霊夢。あ、おかえりマリサ。どうだった？手がかりとやらは見つけられた。ああ、しっかり見つけてきたぜ。おお、それはナイスすぎる。医療室に色のついたチューリップが3つ置いてあって、おそらくそれが食堂裏のコンクリートの位置に関係しているのではないかと思われる。おお、よくわかったね。チューリップが手がかりなんて、色の関係のものは割と注意深く見ていたからな。まあまだ試していないから合っているかわからないが。終了だよ。飯塚幹事長、どうですか私たちの完璧な仕事っぷり。これが幹事長公認の木材整理のプロの力。さすが僕が認めているだけあるね。処刑するのが惜しいくらいだよ。じゃあ免除ってことでお願いします。そんな軽々しく変更できないよ。じゃあ二人とも棒に戻るよ。了解であります。わかりました。
そういえば何気に気になったんですけど、飯塚幹事長は休憩とか取っているんですか？君たちが寝た後で休息をもらっているよ。あ、そうなんですね。もうずっと休憩していていいですよ。その感じ言う時間くれれば。そういうわけにもいかないからね。君たちを監視するのが僕の役目だから。そりゃそうだ。一日中自由時間実現の夢が破綻した。じゃあ二人とも自分たちの房に入ってねー。はーい。じゃあまた明日の自由時間まで待機だよ。わかりましたー。まだそこにいるのか。行ったか、監視長。行ったね、大丈夫だと思うよ。こっちからだと絶妙に見にくいんだよな。構造的に私の棒からははっきり見えるんだけどね。さて、とりあえず今日は石のツルハシを作って鍵保管庫のパスワードを手に入れたと。これは次回は鍵保管庫で鍵ゲットですかね。そうだな。一体どこの鍵が手に入るのか。明日が楽しみだね。じゃあ今日はこの辺で寝るとするか。そうだね、おやすみなさい。おやすみだぜ。